女優の東千鶴59が7日自身のツイッターを更新し、新型コロナウイルス感染で知人が亡くなったことを明かした。東は知人が新型コロナウイルスが原因で逝った、まだ若くこれから活躍する人だったと報告。告別式もないと明かし、衝撃で悲しいのにどこか現実ではない感じがあると心境を吐露した。ツイッターには、ベランダのバラが今年も黄色い花を咲かせたと咲き誇る花の写真もアップし、十数年前に誕生日にもらった鉢、自治肥料をやり水を与えているだけ、ただ生きていることに価値があると綴っていた。